はい、ということで、はい、中盤戦ですわ。はい、そうですね、うん、まあ何の話でしょうって話なんですけど、これがちょっとね、うん、全然音楽と関係ないんですけど、うん、ちょっと思ったんですけどね、うん、昔話ってあるじゃないですか。日本昔話。まあそうですね。それで浦島太郎、うん、あの亀を助けて竜宮城に行く話、うん、ありますよね、うん、あれで最後あの助けた人が竜宮城の人に何かもらうじゃないですか、うん、玉手箱的な、うん、でこれあげるけど絶対開けたあかんっていう意味わからへん理由つけて渡されるわけですよね、うん、でおじいさんはそれ上がって陸上に戻って、まあ開けたらおじいさんじゃないよな、若者が上がってパカッて開けたら最後おじいさんになっちゃったみたいな、うんうん、ね、うん、あれさ、うん、箱あげる必要あったん？いや、うちも今それさ、聞いてた瞬間に思ってん。うん。だってさ、ありがとうって言った割にさ。そう、亀助けたんやね、おじいさんは。なあ、なんでそんな仕打ちすんのって今一瞬思ったわ。そう。なんの、しかも開けたらあかんって絶対開けろっていう意味やんか、それ。まあ、大阪人は特にな。うん。そこの、先行ったあかんでは意見やもんな、うん。そこが、何の話これってなって、途中まではなんか弱い者いじめを助けるっていうことに対してのご褒美というか、はあはあはあ、まあ、わからんでもないんやけど、うんうん、そっから先の玉手箱からが全く意味わからへん。そうやな。これちょっとぜひ答え欲しいんですけど、どうですか、ね、あれなんかな、欲に対してのみたいな感じなんかな、人間の欲みたいなことを教訓的なんで言いたいけど、うん、でもそもそもの話ずれてるやんけっていう。そう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 、亀助けた人に対して欲望の何深さに対しての試練を与えるっていうのはめっちゃ何様やねんな。そう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 、ほんまやな。それがね、ぜひともちょっとこれ聞いて、いやそれあれやでみたいな、はあはあ、あれがあれば、うん、ぜひね何らかの形でツイッターでもいいですしそれ絶対答えくんのかな。いやっていうかこれはもともと急に思ったん。これ前なんかの時に思ったよ、たまたま。なんでやったかな、うん、割とああいう昔の話って、うん、教訓が多いやんか、うんうんうん、ってところ、あれ何か見つけました。うん、今ちょうどね気になるからパパッと浦島太郎の教訓って調べてみてやんか。絶対に開けるなと言われ玉手箱をもらい琉球城から帰ると、はいはいはい、膨大な時間が経過してしまったり家族や知り合いは死んでしまって一人ぼっちになり途方に暮れて開けるなと言われていた玉手箱を開けると一気に用になってしま う、ね、うんうんうん、確かに開けるなと言われた玉手箱を開けたの約束を破っていますが、開けるなというのは最初から渡すなって感じですし、玉手箱を開けてしまったこともこんな状況になれば誰でも開けてみようと思うのが、ね、はい、今うん、普通であり責められないと思いますと、はい、いじめられた亀を助けてあげたんだから幸運がやってきて良さそうなものですが、俺と同じような感じだ、はい、逆にどうしてここまで悲惨な目に遭ってしまったのでしょうか人助けをしたらめちゃくちゃな目に遭ったという話になってしまっていると思いますが、教育上良くないと思いませんかっていう質問やね、まずは、はい、Fチームに対しての質問やね、まずね、はい、俺とめっちゃ同じ意見やね、はい、うん、あえて読む側からの教訓、一意見やね、はい、ここからね、はい、で教訓を探すなら、はい、人間は、うん、新鮮、神に仙人の仙と、うんうん、新鮮の世界の憧れを持つこともあるが、うん、この2つね、超えられない隔たりがあると。はいはいはい、そういう神秘的な世界と人間界の間には、そうそうそう、別物でありながら時にふとつながる、はい、やったらいいなと思う。こんな夢を叶える話は民話には多いですね。話の中でもそのようなだけない。でも人間である以上そこに留まることはできない。太郎はどうしても元の世界に戻りたくなります。玉手箱は、あ、そうやな、戻りたいって、はい、一度世界に触れた人間が一種の無理な状態にいたことの証であり代償、あ、竜宮城にいた間の時間を封じ込めて携帯しないと太郎は人間界に戻れない。なるほどね。これがなかった、あ、なるほどね、これがなかったどうなるか最後に蓋を開けておきたことはそうです。若いままで人間界にはいられないからこそ乙姫はこれを持たせたんです。うーん、それを知らずに不安の挙句開けてしまったのもいわば人間の性です。こうなってしまっても乙姫様の太郎への愛情の証としてそれぞれ亀と鶴になって別世界で添い遂げるという結末もあります。亀を助けたその結果不幸になったという物語ではないと。なるほど、だから助けてっていう話と、うん、そういう神秘的な世界と人間がつながるって話を混ぜ込んでになってて、 そう、でそれをひとまとまりと考えて教訓としようとすると意味わからない。おかしはなるけど、この乙姫様は何がしたかったかというと、うん、まあ、何かのきっかけで夢のような体験をしたけど、でもそれは現実にはかなわない夢なんだよっていうのをちゃんと教えるために、うん、はい、時が経過して自分だけが、うん、まあ、置いてない状態に対して、うん、まあ、現実をちゃんと
持たせた、まあ、本来は味わうことができないものを経験したがための、はい、そこにも書いてましたけど大きな代償、代償でも助けたのに代償わざわざだその代償せよとまでそういう神秘的なところ行きたいかっていう話になってくるよねこうなってきたらカメ助ける人あったんかなちょっと待ってそれカメ助ける人あったんどうなんですかこれ長いしてる間に時が経ってしまって、言うたらものすごい何も神秘的な世界行けるわけよでもその瞬間一気に家族や友人から断たれた世界に瞬間的に飛ばされるわけやねで帰りゃいいものをずっとそこで楽しんでて楽しんでてでもそこは年終わへんからずっと若かって、うんうん、戻ったらお母さんとかもうみんな死んで死んでたりとか時代超えてるわけですからねはい状態やってうわえってなって玉手箱開けて老後に一瞬で怖いね、亀助けた時点で要するにもうこの人の運命決まってるよねだってどんな人間でも一回竜宮城行っちゃうと、はい、ちょっとの間楽しんでまうとは思うよ、ね、そうやな、そう浮かれるよな浮かれて楽しんでると料理出るわ、酒出るわ何この話、怖ほら亀助けんの怖いなえもう亀裏返っちゃってますどうでした方がいいかなこれはピクピクっつってはい、ちょっとね、第2いやちょっと過ぎちゃった時間が過ぎちゃったんで一回ちょっとここらで、はいね、最終章に行きましょうね。はい、はい